はい、皆さんどうもお疲れ様です。今日はね、まあ僕の動画では珍しくちょっとした予想動画になります。サムネの方は少し持ってしまったんですけどね、申し訳ないです。で、今月8月はなんかつむつむのサマーキャンペーンっていうものがやってまして、まあ公式ツイッターの方から特設サイトに飛んで、今左の携帯の画面にはなるんですけど、まあこういうサイトが出てきてます。サマーキャンペーンっていうことで、まあオリジナルラインスタンプをゲットできるとか、まあそんな感じでありまして、このサイトを下の方に進んでいくと、まあ新ツムの情報なり、なんかフォローリツイートキャンペーン欲しいね、5名様だって。で、これ下の方に行くと、はい。まあ今月のセレクトボックスの情報が載ってます。まあ雑にだけどね、中身のツムなんかはまだ全然わからないんだけど、8月の12日に、プリンセスだけのセレクトボックス。で、8月の23日に、まあ通常のセレクトボックスなんですけど、ここの説明を見ると、まあ、夏を盛り上げるとっておきのセレクトボックスと書いてあります。まあ、この2つのセレクトボックス情報が特設サイトの方に載ってましたので、まあ、ここのツムをちょっと予想しようかなっていう動画ですね。で、まず8月12日登場予定のプリンセスだけのセレクトボックスの予想なんですが、まあ、今月8月がプリンセスのシンデレラ、白雪、ティアナが出ているということで、まあ、今年の1月に遡ると、同じプリンセス系のラプンツェル、ジャスミン、アリエル、が来てます。ということで、まあ、ここ3体は復活するんじゃないかなという予想ですね。しかも、獲得経験値3倍が、これ1月にも来てて、まあ、今月8月にも同じように来てるということで、まあ、流れ的にも一緒なので、まあ、ここ3体は、ま、ほぼほぼ確定で復活すると思います。まあ、その中でも、このアリエルね。アリエルが、まあ、スキルでスターボムとコインボム確定で出すので、性能的にもプレイヤーレベル上げてくださいって言わんばかりの性能してるんですね。なんで、今年の1月の時も、まあ、これでプレイヤーレベル上げろっていう意図で出してると思うので、まあ、ちょっとだけ、まあ、スキルを見ていただきたいんですけど、もう、確実にこれで上げてってねって感じ。まあ、ただ、前回の経験値効率の動画でも言った通り、まあ、スターボム出すツムよりも、早くスコアを取る、ツムの方が経験値効率はいいので、まあ、詳しく調べるとね、別に、このアリエルが、うん、プレイヤーレベル上げるのが向いてるってわけではないんですけど、はい、これちょっとポテチをね、バラってやっちゃうけど、スターボムとコインスター。が確定。まあ、スターボムとコインはランダムなんだけどね、どっちが多く出るかっていうのは。まあ、スターとコインを確定で出す、まあ、唯一のツムではあるので、うん、これで、まあ、経験値たくさん稼いでくださいっていう感じですね。はい、スター2つと。はい、こんなスキルです。ということなので、まあ、この3体の中でも、特にアリエルは確定で来るんじゃないかなっていう予想。確定と言いながら予想なんだけど。ま、ここまでね、言っといて出なかったら笑えるけどね。ま、特に、この子は出るんじゃないかなと思います。で、まあ、その他のプリンセスに関しては、まあ、予想はもう無理だね。もうどのツムにも可能性はあるので、まあ、巷だと、ユキエルが復活するんじゃないかって言われてるんですけど、まあ、それってあくまで、今までの予想があってでの、あれだから、6月に来るんじゃないかなって言われてて、ユキエル。まあ、半年おきくらいに来てるので、今までで行くとね。で、6月来なくて、じゃあ7月に来るんじゃないかっていう言ったら7月も来なくて、じゃあ8月じゃないのっていう、なんか、なんとでも言えちゃうので、で、今回、まあ、プリンセスだけのセレクトで、まあ、ユキエルもプリンセスに含まれるはずなので、まあ、一応該当してるっちゃ該当してるんだけど、まあ、それ言ったらね、いくらでも理由をつけることはできるので、まあ、もちろん来る可能性はあると思うけど、なんか願望の方が勝っちゃってる気がするので、みんなの。まあ来たら来たで嬉しいと思うからね。まあそこら辺はいいんじゃないかな。他のツムに関してはもう、なんとも言えないよね。まあ強いプリンセスとかも特にいないけど、パレードアリスとかって来たっけ？パレアリ。うん、パレアリとか、まあプラス補正かつ、なんだっけ、おまけ効果があるツムなので、前パレード白雪は来たよね、確か。確か来た気がするんだけど。パレードアリス。あ、なんか来たような気もするんだけど、気のせいか。まあ、あとは、アリエル&フランダーとか、多分来てないと思うので、
まあここら辺も復活あるんじゃないかな、どうだろう。まあそのあたりをもう少し予想すると、まあ特設サイトのスタンプの方にアリエルがいるのでまあ全然関係ないかもしれないけどね。まあこれがね、プリンセスアリエルの方を指してるのかわかんないけど、まあアリエル&フランダーがいてもおかしくないかなっていう感じ？どうでしょう。まあプリンセスだけのセレクトボックスで、まあアリエルが2種類出るかって言われたらちょっとなさそうだよね。まあ別の種類の、プリンセスで詰めてきそうな感じはするけど、まあとりあえず僕の予想はこのプリンセスアリエル、まあこれは来るんじゃないかなと思います。でもう一個、8月23日登場予定のセレクトボックスの予想なんですが、まあ普通のセレクトボックスでも全然ありえるんですけど、まあわざわざ特設サイトを作ってまでとっておきのセレクトボックスって言ってるので、まあ強いツムがラインナップされてそうです。ただこういうなんかとっておきのセレクトボックスとかってなってくると、まあ26種類の可能性も全然あります。普段のセレクトボックスだとまあ10種類12種類が普通なんですけど、まあこういう特設サイト、お正月のセレクトボックスとか、うん、こういうのでいくとまあ26種類、あとは9000万ダウンロードだっけな、9000万ダウンロード記念の時も確か26種類とかだったはずなので、ちょっと覚えてないんですけどね。うん、いつもよりもラインナップが多くて、欲しいツムが狙いにくいっていうのもあります。で、まあ、夏を盛り上げるって言ってるので、夏関係で来るかもしれません。で、そうすると、一応ね、おととしの8月にラグビーミッキーが登場してるんですね。これが、まあ、オリンピック関係かな、確か。で、まあ、ラグビーミッキー、波乗りスティッチ、ホームランプーみたいな感じで、まあほぼ、まあ、夏というかスポーツをというかね、そんな感じをモチーフにしたツム3体なんで、まあ、そこが復活というかラインナップされる可能性はあるんじゃないかなと思います。うん、夏を盛り上げるがただただ強いツムを復活させるという意味なのか、もう夏関係、まあこういうねお祭りドナルドとかわかんないけど、これは強くないけどね別に。うん、まあ夏関係のツムっているのかどうかわかんないけどさ、ハワイアンステッチとかそんくらいパッと思いつくのは、うん、そんな感じなので、まあ強いツム、まあわざわざ特設サイト作ってるからね、強いツムだとは思うけど、うん、ちょっとなんとも言えないところだね。で一応まあ当たり前というか、まあ、このセレクトボックスの前にプリンセスだけのセレクトボックスが出てるので、こっちの8月23日の方には、まあ、プリンセスは絡んでこないんじゃないかなと思います。まあ、強いプリンセスでいくともちろんシンデレラとか、まあ、スコア面でエルサラとかかな、うん、そこら辺のツムは入ってこないかなと思うので、まあ、それ以外の、まあ、そこそこ強いツムかつ、まあ、あんまり登場してない期間が経ってるとか、まあそこら辺じゃないかなと思います。もうツムの数がいすぎてね、何が出るかわかんないんだよねあと夏を盛り上げるとか言ってるから、なんか季節まで意識してんのかなっていうね。まあダルマミッキーとか完全にお正月だからさ、ダルマなんてね、ここら辺どうなんだろうね。雪エルとかもさ、一応冬じゃん冬でしょ、多分冬だよね。うん、なので運営がどこまで季節とかを意識してるのかはわからないけど、まあ強いツムが来ることを願いましょう。はい、ということで今日の動画はこれで終わりですね。まあ一応僕の予想ではプリンセスのセレクトボックスに、まあプリンセスアリエル、全然強くはないんだけどねこのツム強くもないし目玉っていうツムではないと思うけど、まあここはほぼ格じゃないかな。うん、みんなの予想を裏切るようなツムではあると思うけど、で8月23日の方ではまあラグビーミッキーとかが入ってきても不思議じゃないかなという予想です。はい、よかったら皆さんの予想もコメント欄の方によろしくお願いします。ではどうもありがとうございました。バイバイ。